こんにちは、せいくんです。今日もですね、路上を使ってカマキリ採集やっ…ん？何あれ？待て、おい、みんな待て、やばいぞ、これは。うわ、これやばくね？これあれでしょう、そこ水たまりやんか。今、まさに水たまりに向かってってるカマキリだよ。マジか、マジか、マジか。でもさ、この辺も濡れてるからさ、この辺では針金出てこないんだな。いや、分からん、こいつもしかしたら寄生されてない可能性もあるからね。オオカマキリはハラビロカマキリっていうカマキリに比べて寄生率は低いんだよね。それでいて、オオカマキリはね、木の上の方から草原まで幅広く生息してるんだよね。だから草原にいるオオカマキリがたまたま路上に出てきちゃってるってこともありえるんだよね。だからこいつが寄生されてるっていう確信はないんだけど、いや、これはされてるだろ。目の前ミュータマリだよ。やばいやろ、ハリガネムシが今こいつのことを操作してミュータマリに連れていくんじゃないの？どうなん、このミュータマリに入るんか。なかなか動かんな。俺が近づいちゃったせいかな。ちょっと押してあげようか、背中を。あ、行った、あ、ついたよ。お尻がついちゃった。どうなる、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 どうなる。出てこないな。あれ、出てきてませんね。やっぱり寄生されてないのかな。なんだ、やっぱりオオカマキリはね、寄生されてないですからね、あんまり。なんだ、じゃあ助けてあげようかな。寄生されてないんやったら路上にいたら危ないし、草原に戻してあげたいな。ね、どう、寄生されてないの、やっぱり。いや、みんな、全然そんなことなかったわ。待って。初めて見た、それ。え、何や、お前、胸垢の遺伝子でも入ってるん？このね、威嚇方法はね、胸垢ハラビロカマキリがやるんだよね。え、何？何、君、胸垢の遺伝子でも入ってるん？そうじゃないとおかしいだろ。初めて見た、オオカマキリのその威嚇。え？何？どういうこと？初めて見た、この威嚇。で、今出てきてたの、どこ行った？失礼。めっちゃ怒ってる、めっちゃ怒ってる。あ、出てきてない。あ、おお。やっぱり規制されたいな、あなた。規制されたいんやったら、すぐさま草原に戻してあげるけど。いや、僕はね、お腹触ればわかるんだけど。いや、規制されてるくない？ん？規制されてるやろ。なんで出てこないの？浅すぎるんかな。カマキリ体が水につかないように歩いてる。すごいな。寄生されてるんだけどな。何してんだろう、ハリガネムシは。このカマキリすごく愛着が湧いたんだけど。え、何、なんで出てこないのこいつ。何、誘導しといて出てこないとかある？そんなタッチ悪いことある？いや、ハリガネムシっていうのはカマキリをね、水辺に誘導して、カマキリが水についたところでお尻から出てくるんですよ。だからカマキリのお尻を舐めたりすると、その、ああ、飛び込んだよ、自分から。
まあ、飛び込んだっていうか逃げようとしただけか。だからカマキリがねその水辺に行ったりするんですけど、なんでこいつ出てこないんだ。あ、来た来た来た。なんで出てこないと思ったら時間差じゃんけ。出てきた。やばい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 。出てきた出てきた。やばいやばい。時間差か。これで時間差がある場合もあるのか。そっかそっか。いや普通ねカマキリが飛び込むのはこういう水たまりじゃなくて大体川なんですよ。で川に落ちたカマキリっていうのは高確率で死ぬので、これで時間かかってもいいのか。そういうことね。すぐ出てこなくても川だったら、まあ、流れがあったりとか深さがあったりするので、これ時間かけても出てきていいわけなのね。なんで威嚇しようときて君。あ出てきたね完全に。お、あほらこれが本来の威嚇よ。カマキリのこれ手畳んでるやろ。さっきの威嚇とは大違いやん。これがカマキリの本来の威嚇よ。かっこいいね。ちょ動いてる針金虫めっちゃ威嚇してるけど、どうしたん。ちょっともうびちゃびちゃやねお前。水に飛び込んじゃって。でもまだ入ってるよね。うん、まだ入ってると思う。まだ入ってるけど、まあちょっとなんか体力残ってなさそうやし、かわいそうやな。あんまりちょっと水からあげといてあげよう。まあ君はお持ち帰りするけどね。どちらにせよハリガネムシが入ってる君はもうお持ち帰りの、僕にお持ち帰りされて管理される運命なんよ最後まで。そうです、僕はね最近ずっとこうやってカマキリを取り上げてハリガネムシやってましたけども、ハリガネムシはね実際問題こういう風に水場に追いやってカマキリを殺します。これ目的はねカマキリを殺し自分が脱出することですからね。やばいですよね。寄生者として最悪ですよ。やってることが最悪本当に。自分が寄生主としたところを最終的に殺し、そして自分は川に帰る、そしてまた川で産卵をし成長していきながらカマキリの元へ行くというね、最悪ですからねこのハリガネムシとかいう生き物。まあでもねこのハリガネムシにもすごい役割がありまして、 秋にカマキリで旬になるじゃないですか。でその時期にこのカマキリとかカマドウマといった昆虫にねこいつは寄生することが多いんですけど、こいつに寄生されたやつはさっきも言った通り川に飛び込むんですよ。で その川に飛び込んだカマキリとかカマドウマっていうのが魚のね栄養になるわけですよ。でそれが確か年間を通しても 60% とかそれぐらいのレベルで、ね、結構な栄養になってるわけですよね。だからこのハリガネムシはカマキリとかそういう昆虫たちからしたら本当に極悪非道のねやつなんですけども、魚たちからすると餌を持ってきてくれるっていうねとてもねメリットのある生き物なんですよ。だからこいつがね生き物の均衡を保ってると言っても過言ではないんですよね。カマキリって昆虫界では王者でほぼ敵なしみたいなところあるんですけど、こういう風に、ね、敵をねやっぱ作られないといけないわけですよね。カマキリもかわいそうだけどね。まこのハリガネムシもお持ち帰りしましょうかね。よくねコメントで来るんですけど、ハリガネムシに寄生されないんですかってコメント来るんですけど、ハリガネムシは人間に寄生したりはしません。僕もねちっちゃい頃、幼稚園の頃はねハリガネムシが爪から入って寄生されるみたいなね都市伝説よく流行ってましたけど、実際問題ハリガネムシは人間に寄生したという例はないので大丈夫です。ハリガネムシに似た線虫っていう分類なんですけど、それでね似たハリガネムシは線虫っていう分類なんですけども、その線虫はね別でその人間に寄生するやつはいますが、ハリガネムシは人間に寄生した例はまだないので寄生はしません。大丈夫です。爪から入ったりとかお尻の穴から入ってきたりとかそういうことはありません。なので安心して触ってください。食べたりはねしない方がいいかもしれないけど、かなり弱っちゃったね。やっぱねカマキリはこうやって水に入ると弱るんですよ。で弱って死んでいくんですよね。かわいそうだな。かわいそうだけどこれがね寄生されてしまったカマキリの現実です。これを受け入れなければならないんですよカマキリは。ちなみにカマキリが寄生されてしまうルートっていうのはカゲロウとかトンボとか水生昆虫として過ごす時期がある昆虫を捕食するとカマキリはねハリガネムシに寄生されてしまいます。例えばトンボとかカゲロウとかその辺ですね。あいつらは幼虫時代に水生昆虫として過ごす時期がありますので、その時にハリガネムシに寄生されてしまって、その寄生されてるトンボとかカゲロウを食べるとカマキリに寄生するんですよね。じゃあトンボからハリガネムシ出てくるのかって話なんですけど、トンボからハリガネムシは出てきません。トンボに寄生している間のハリガネムシっていうのはシフトっていう完全無敵の状態になるんですよね。確か冷凍もいけるし結構熱い温度もいけるみたいな、それぐらいの最強状態になりまして、まあ、カマキリに捕食されるのを待ちます。で捕食されたトンボとかがカマキリの中に入ると、そこでシフトの状態を解除しましてカマキリのお腹の中を食い荒らすというね
最強最悪ですよね。マジでやり方がえぐい。そんな生き物でございます。わー、カマキリ。でカマキリはね、さっきも言ったんですけど、水に入るとこうやってね弱ってしまいます。拭いてあげようか。ということでね、今回はこんな感じで終わっていきます。今日はね、ちょっと突然のことすぎて動画のね展開がね僕も読めないままここまで来たんですけども、カマキリっていうのは最強の昆虫なんですが、実はね天敵も多いです。体の中に入られて体をね蝕まれるというね最悪な死に方をする子たちもいます。僕はですねこんな感じで昆虫採集をして昆虫の生態とかを開発したり、いろんな動画を上げております。よかったらねこの動画の感想コメントお願いします。それじゃバイバイ。